トシナです。セイヤです。うらっしゃい。さあセイヤさん、本日は歌何ですか？まあちょっと今実は霜降り 80s、 霜降り明星のゴールデン、そうゴールデン 80s の収録の合間なんですよ。合間ですね。そう、ほんでこの後あの爆風スランプさんと俺歌うんですよ。ありますね。そう、それが、まあ、ランナーとか玉ねぎの大きな玉ねぎ、そうそうそう、あれめっちゃ昔から聴いてて、はい、めっちゃ歌いたいなと思ったら、いい、まあ、リゾラバーっていう曲になって全部嘘さ、あれね、そう、それになったんや。それの A メロとか歌わなあかんねやA メロ歌われんリゾラバのむずすぎる。はは、確かに聞いたこと、歌える人います？リゾラバの A メ ロ聞いたことない。めちゃくちゃむずい。だからちょ練習したい。あ、もう今からやな。この後行くからで、歌の練習、うん、え、歌える人いないですか？答え知ってる人誰も歌詞見たらと、え、B メロあれやろ、素敵。そうちょ、そここんなの初めてさ、 そこを追ってるかどうかお前に判断してほしい。いや俺リゾラバの A メロ、ちょ一回じゃあ、まあ視聴者の方は聞かれへんけど、ちょっと一回流していいですか？なるほど、っていう感じなんですよ。なるほど、よっ、めっちゃむずない？なんか覚えにくいな。歌える人おらんか？答えしてる人いない？まあいい、みんな同じ知識を今聞いて、7人おって、みんな見風に誘われて、まあ、粗品わかるか、思って、まあ、全部嘘さ、そんな、いいね、キー追ってる？あ、追ってますよ。全部嘘さ、そんなもんさ、夏の恋は幻、嘘じゃないさ、ウブじゃないさ、夏の女はまやかし、季節変わりはちょっとね、身もだえる。追ってる？いいね。いや、ちょっと訂正しよう。まずここ行こう。夏の恋はって下がるんじゃないですか、多分。夏の女、そこも夏の女はってじゃない、下がるんじゃないですか。せいやさん多分今下がってなかったような。夏の恋は幻でいいと思いますよ。全部嘘さ、そんなもんさ、夏の恋は幻、恋はじゃない。え、夏の恋はってこと？ああ、俺そのイメージやった。いや、分からんね、俺。ちょっと聞こう。あ、せいやがってた。なんやねん、お前。ごめん、ごめん。俺の思い込みや。恋はそんな下がらんねや。全部嘘さ、そんなもんさ、夏の恋は幻。ああ、そうやわ。ああ、嘘じゃないさ、ウブじゃないさ、夏の女はまやかし、いい、ね、季節変わりはちょっとね、ちょっとねちょっとねちょっとね、はい、夏、季節変わりはちょっとね、いいね、もだえる。いいね、中野くん。ディ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 、ここやもん、こっからね。南風に誘われて、浜辺で君と出会った、えぐるようなあ、ここ水着に恋に落ちた十字星の岩陰で、コクのあるキスその上、キレも良くて気持ちいい人魚姫。おでる？わからん。わからん、ね、俺も、俺本番行って言えね、サンプラザ中野くんに。あっちょ違うって言われて。南風に誘われ大好きやのに、ランナーと玉ねぎのリゾラバだけA メロ知らん。素敵、こんなの初めてよ、もう離さない二度と、一人にしないでなんてこと、全部嘘さ、こんなもんさ、夏の恋は幻、嘘じゃないさ、ウブじゃないさ、夏の女はまやかし、季節変わりはもっとね、身
で次。次も行くん？次行く。2番目行く。雪だよりを聞きつけて。知らんな。雪だよりって何？雪だよりを聞きつけたんや。雪だよりを聞きつけて。いや、多分ちゃうねんな。雪だよりを聞きつけて、ゲレンデで君を見つけた。じゃなくて、見つけたじゃないねんな、これ。あ、そうなの。誰もわかんない。ほんまにこれ聞きながらやるのやばいんじゃん。見つけた。見つけた。ほらほら。腹立つな。むずいやろ。むずいな。ゲレンデで君を見つけたじゃないですよ。ゲレンデで君を見つけた。むずいって。急いでんな。誘うような暴言の腰つきだよ。暴言。カタカナで。暴言。わからん。揺れる暖炉の炎に白い肌を照らせた。君を早く抱きしめたよ。ごめんね。ごめんねとかわかりやすくていいよな。そやな。見つけたとかやばい。いやちょっとやばいな。いやちょっと本当この時間に練習しようと思って。なるほどな。素敵、こんなの初めてよ。もう話さない二度と。一人にしないでなんてこと。全部嘘さ、そんなもんさ。夏の恋は幻。嘘じゃないさ、うぶじゃないさ。夏の女はまやかし。季節変わりはもっとね、身もだえる。雪だよりを聞きつけて、ゲレンデで君を見つけた。おいよ。誘うような暴言の腰つきだよ。いや違う。溜めるとこか。むずい。うろ覚えやな、確かに。こんなむずいんや。玉ねぎのやつどんなやっけ？ペンフレンドの二人の恋は、へぇ。九段下の駅降りて坂道を。台本見たけど、それも歌いはるよな、ほんで多分。歌いはる。で、ランナーも歌いはるよな。歌いはる。リゾラバの A メロだけ俺。だから中野くんもサビだけでお願いします。だからお前に思い出す。A メロはパッパラさんでいいよ。パッパラ河合さん。リゾラバはサビだけでいいです。中野さんちょっと楽しみですね。ちょっと今からいきます。ゴールデンエイティーズ見てください。見てください。ありがとうございました。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。